こんばんは。こんばんは、皆さん。信じられないくらい顔色悪いけど。これ私こんばんは。こんばんは。こんばんは。レインボースターありがとう。キラキラ。なんかこれ私かなって思うぐらい結構顔色が悪いですけど。こんばんは。信じられないくらい顔白いです。はい、なぜならすごい今広島曇ってて絶対低気圧なんですよ。なんかもう雨降りそうって感じ。もう信じられないぐらい頭痛い今風邪ひいたかと思うレベルの頭の痛さをしております。こんばんは。でも配信しちゃう。こんばんは。はい、やばい、体調は頭が痛すぎる痛い、笑ったら痛い、信じられないぐらい笑ったら痛いよ。から空笑いするね。ふふふふ、ははふふふ、はは、から笑い人間になっちゃう。でもジムにも行きます。今日も今日とて運動しなければまずいので。ちょっとね、卒コン私全部の曲出るんですけど体力持つかなって心配なので、ちょっとね走りますジムでね、頭痛い、もうほんと笑わせないでリフ人リフ人、勝手にひなちゃんが笑ってるのにね、頭痛すぎてこの世の終わりいや本当に持久力をつけないといけませんので。お薬飲んでないんよね。飲むべきな気がしてきたのも、なんか本当に痛いんだけど。何イライラするな、おい偏頭痛がすごすぎて笑ったらめっちゃ痛いことに気づいた。ずっと笑ってなかったから今までなんか頭痛いなーぐらいだったから、なんかずっとあの部屋でこう SNS してたから笑ってなかったけど、笑ったらめっちゃ頭痛いわ。気づかんかった。いってー、もういってー柄悪くなってきたやばい、薬飲もう。心に決めたんだ今。私は薬を持ってきます。どこ薬がどこ、これどれ、わかんない。ママ助けて、ママ。あった、良さそうなのあった。みんなこれ違うかな、これこういう口が、ミノサイクリンって違う、ミノサイクリンって違うかな。頭痛い、もうこっちにしようかな。ミノサイクリンって何、聞いたことない。こっちにする、絶対に合ってるやつにするじゃん。ライラックにする。何粒、大人4錠めちゃ飲まんと一見。4錠は多いやろ、どう考えても。だが頭が痛すぎる。ちょっと待ってね、病人配信。
玉飲めんかったんやけどさ、ずっとコロナ期間、コロナになった時にさ、なんかあまりにも薬飲まんといけんすぎてさ、飲めるようになったよね。コロナじゃないか、なんかすごい薬飲まんといけん期間があったよ私。なんだったっけな、あれは。飲めた、お薬飲めたね。こちら、こちらの商品を飲みました。絶対に合ってる。低気圧不調、この頭の痛そうな絵、絶対にこれ。ミノサイクリンって何なんだろう。よち、ただいま、ただいまみんな。うお、あ、感染症のお薬だったんだ、よかった、間違えて飲まなくて。なんかお薬って文字すぎるとよく分かんなくならない。何これってこれなんだっけ。あるある、あるあるね、これあるあるです。そう、なんだっけこれ、何の薬やこれは。うん、よくない。でも絶対に合ってるやつ飲んだんで大丈夫です。よいしょー、そう、薬なんだからもう大丈夫、もう大丈夫だと思う。あ、水染みてなかったよー。プリンさん、えらい、ありがとう。えらい、お薬飲めてえらい、私。これが見えてもいいやつですからね、おしゃれデザイン。一応ね、あと少しね、本当に安静にしておきます。この1時間、この配信する1時間は私はちょっと安静にし、そしてジムに行きます。ケンズさんにアピール、そう、これ見えても大丈夫なおしゃれデザイン入ってるやつですからね。もうアピール。カウラさん、結婚してありがとう。結婚、もうちょっと上の方にやっとけばね。よいしょ、コンサート頑張ってください。頑張ります。はい、早くみんなに話したい。なんかもうここはこうやってやったんだみたいな話を早くみんなと話したい私。おえー、20日初めてコンサート行きますって、すごい嬉しい。それはとっても、なんかあの聞きたいことあったら聞いてくださいね。そう、今ファンの人いっぱいいるし、私もいるからね。コンサート初めまして、初心者の皆さんにもあの優しくみんな教えますんで。聞きたいことあったらね、全然教えますよ。当日までのお楽しみにしておこうかな。そう、あんまりネタバレしすぎないようにしてたんですけど、まあ2階席にもあの私は近くに会いに行くっていうことだけはちょっと教えておきますよ。教えておきましょうと思って、はい、そこの演出だけちょっとネタバレしとこうかなと思っております。はい、
そう、好きな座席っていう席なんですけど、あの1階席のその指定席のところと2階席の指定席のところは好きな座席っていうところなんですけど、もう2階席でも優勝。私めっちゃ長い時間ね撮ってるので練り歩きを、はい、そう、よろしくよろしくお願いします。かわいこタイムは結構ありますか？かわいこタイム結構あります。はい、上高席でも近く図面は見れますか？あの2階席にも行くってことはそういうことです。だって2階席だけ行ってたらちょっとおかしいじゃん。もうそういうことです。はい、察して察して、うん、そんな不平等なことひなちゃんすると思う？はい、いろいろさしといてください。2階席行くっていうことで、あのいろいろさしといてください。うん。亀子頑張ります。あ、嬉しい、ありがとう。亀子頑張れ。亀子頑張れ。どの席にもチャンスありますか？あります。うん、ワンチャンじゃない、フルチャンみたいなところ、はい、フルチャンで思っててください。そこだけは知っててほしい。楽しみにしててほしいんでね。ノーちゃんではありません。そう、ノーちゃんなし、フルちゃん。うんうん、メンバー誰も来んかったんやけどみたいなことは絶対にないし、え、ひなちゃん近くで見れんかったんやけど、もう絶対にないです。はい、これは誓おう、ここで今誓うから、私絶対ゆうひきみけんの嘘ついたら敗戦のノーマス、ゆうびきったよし。大丈夫、うん、そこだけはね。私が絶対みんなの近くに行くってことだけは誓うわ。うん、あの他のメンバーもね、みんなの近くに行くよっていうことは誓う。そう、もうランウェイのように私は歩いているから、よろしく。ひなちゃん嘘ついたことないもん。いや、ひなちゃん嘘ついたことない、本当に本気で。フルちゃんです。はい、フルちゃん、フルちゃん練り歩きある。うん、ランウェイみたいに歩いてる。イエーイ、やっはー。他の音にも宣伝しとく。うん、他の音にも宣伝しとって。うん、ペンライトカラーのピンクって濃いピンク、薄いピンク、どっち？あの基本的には薄いピンクを振っている人が多いですね。うん、なんかピンクって感じがするしね、そっちの色の方が。濃いピンクはちょっと赤っぽいピンクって感じなので、なんかピンクって感じの方の薄いピンクをみんなに振ってもらっております。今のニュアンスは拡散希望でいいかな？どうぞどうぞどうぞ拡散してください。メンバーが、メンバーが近くで絶対に見れる。かっこひなちゃんも近くて絶対に入れる、言っといてください。
ずっと声を振ってた。あ、でもね、声でもわかるよ。うん。なんかすごい絶対卒業コンサートの LINE が動いてる。めっちゃ新着メッセージが来てますって来た。この時間まだ卒業 LINE 動く。全然動くよ。何時でも動くよ、 LINE は。演習の打ち合わせとかじゃなくて、あのレッスン動画が送られてきてるんだよね。レッスン動画がね、ずっと送られてる。今まだ送られてる。いっぱいやったからね今日も。そう、私の卒業コンサート席があとちょっと空いてるっていうことなので、まあね、ソールドアウトしたら嬉しいじゃないですか。とってもとっても嬉しいじゃないですか。なので皆さんね、ぜひ迷ってるなら来てください。結構私は卒コンができるってなってからもうすぐ動いてたのね。すぐこれしたいあれしたいって言ってたので、結構あの自分のやりたいことをほぼ全部できてるので、あの過去一 STU のコンサート史上過去一演出が多いと思います。はい。そう、え、あれもこれもそれもどれもあれもみたいな感じでやらせていただくので。そう、うん、すごいよ、楽しみ。いや本当に楽しんでほしい。なんかもうパーティーにパーティーに来たぐらい、なんかちゃんとコンサートに来た、なんかちゃんとお、そのね、お金払ってみんな来てくれてるわけじゃないですか。ちゃんとあの見るものとして、あ、いいものを見たなって、すごい凝ってるものを見れたなってっていうのを思ってもらいたくて、ちゃんとね、そう、こういう演出やりたいっていうのにもちゃんとお金をかけてもらってやってますので、楽しみにしててください。はい。そう、なんかもう短い期間でバババって作ったんだなじゃなくて、なんかちゃんとって感じだね。そう、分かってほしい。うん、それはそう。プロフェッショナル。まあプロなのでね、はい、アイドルとしてはプロでやってますんで、もうアマチュアじゃないので。そう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 。ひなぴーでやってます。今日もさ、あのレッスンの時ってこう こっちこうみんなが踊る平場っていうあのステージか、ステージがあるとすると、ステージみたいなのがこうあって、でここに机があって、前にね、前に机があって椅子があるんだけど、私そこの椅子のとこに座ってこう演出演出化してたからね。おもろすぎるんです。見たくて、そう。うんうんうん。隣にいるダンスの先生も結構演出とかもやってくれるんですけど、そう話し合って、ずっと二人話し合って、いやここをこうしよう。
いやここじゃないんですよね、ここで出るんじゃなくてここで出てきてほしいみたいな。そんな話ばっかりしてましたから。そう演出やってるんで面白いですよ。誰か撮っててほしかった。ドキュメンタリー映画作ってほしい。腕組みしてみんなちょっとこうやって、ここじゃないな。うん、そう、なんかあったら私言ってくださいって言ってるからね。おもろい。楽しい。楽しい。ね。やっぱ私が決めたっていう方がいいんですから、何事も。そう。なので全部私が決めております。今夜も配信ありがとうって、あら、こちらこそありがとう、見に来てくれて。うん。そう腰にジャケットワンちゃんワンちゃんワンちゃんそう本当にパコイチ演出できてると思います。はい、豪華豪華。そう皆さんのご協力のもとですけど、そう私がやりたいって言ってね全部叶えられるわけじゃないので、皆さんのご協力があってうんできてますからね。本当にだって私セットとか作れないし、こういうのやりたいって言ってそれをね演出のやつで舞台できるわけじゃないし、照明さんとかもこういう照明やりたいって言って私できるわけじゃないし、映像とかもこれやりたいって言って全部作れるわけじゃないし、撮影とかもね編集とかもね全部できるわけじゃないので、私は皆さんの協力のもとできております。本当にうん、セットのラフ画とかも描いたりしたんで、そうラフ画描きました。セットめっちゃかわいいセットになってる。うん、かわーって感じ。セットも話し合ったんで、ちゃんとこういう感じでってラフ画を送ってこう来たやつに、これはここにここにもうちょっとこれってやりましたんで、うん、可愛いですセットも。そう。あ、そうすごいキラキラがやっぱいいよね。そうキラキラな感じにしてもらいました。いっぱい。私はすごいみんなに早く見てほしいっていう気持ちと、待ってみたいな、待ってみたいな、ちょっと待って寂しいみたいな気持ち以外を押し寄せてるから、うん、難しい気持ち、複雑。うん、こんなにも見てほしいって思うこともないし、こんなにも寂しいって思うことはないね。今それ同じ俺も
みんな一緒、わかんのね。早く行ってほしい、早くみんなにこれ届けたいって思うと、え、寂しい寂しいみたいな気持ちが同じ勢いで押し寄せて、ちょっとなんかううううってなうちが作った世界観言ったいけど終わってほしくないって。いや本当にそう、見せたいのに終わってほしくないの私はねえ、さすがに泣く。いつも泣かないようにしてるけど、さすがに泣く。そう、なんか普通にアイドルが好きな人は見てほしいコンサートって感じなんだよな。なんか STU に来たことない人もきっと楽しめるであろうから、ねえ、コンサートって一回しかできないじゃん、その卒業コンサートは。もうねえ、震えるよね。うん、そう、いつもと違いそうなのが、そう、いつもと違う、本当に見てーって感じ。遅ればせながら、この前の純愛イベントで初めて写真一緒に買ったけど、ピンクのワンピースが好きです。あ、いいよね、私も好き、麦わら帽子のやつね、カーチーでしょうん、全然ね、ゲットしてくださるのいつでも嬉しいですよ。ねえ。あとこの5日間ね。仕上げますが、まだね、不安なこともあるので、そう、頑張る。東京のソーさん、お疲れ、ありがとう。おちゅー、尊いもありがとう、あとう。うん、リハ順調ですか？意外とね、大変なんですよ。あ、じゃあ、コロンってなっちゃった。メンバーがわあ、ちょっと待ってね。何位になるの気になる。よし。あ、サラさん、メンバーしたまりがとう。キャンキャン。メンバーがツアーの方もやってるからさ、なかなかね、大変なんですよね。そう、一曲目は何ですか？え、なんだろう。え、なんだろう。一曲目何だと思う？ないじゃん。一曲目はあれで、ああいう感じでやって、ああいう演出もあるよ。あれもちょっとね、一曲目からみたいなところもあるんです、見どころです。はい、大番地は確かに一曲目大番地はな、大バレです。うん、
ああれね、テレパシー、テレパシーでつながってた。それはあるの？どうでしょうかね。そう、どんな曲をやるかは皆さんの想像にお任せいたします。はい、どんな曲をやるか、セットリストは皆さんの想像にお任せ。セトリのネタバレだけはできますよ。はい、全然みんなちゃん揃わないのか、新情報だ。そうっすね、全然はないっすね。そう、でもちゃんとあのオーバーチュア前にとあることをしますので、はい、それはちょっと見どころですね。ん、タッキーさん、クマいっぱいありがとう。クマ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 。さあ、なんだろう、なんだろうね、オーバーチュアの前にああいうのが入るんだな。ああいうのが入っちゃうんだな。そう、影穴もやるよ。影穴はいつも通りやるよ。うん、ああいうのが入っちゃうんだよ。そう、なんだろうね。遅刻厳禁よ。もう最初から最後まで全部見ないと後悔したってなるよ。気をつけてね、みんな。ちゃんと開場時間になったら来るんだよ、みんなね。うん、いきなり泣いちゃわないように気をつけます。私もいきなり泣いちゃいそうで気をつけます。あら、さっき広島行きの切符買ってきたって、ありがとう。ねえ、遠征してきてくれる方にはもう感謝感謝ですよ。いつも自由席でグリーンでも待ち当たらないじゃないかと。そうだね、卒コンぐらいはいいんじゃない。そうさしなくていいように宿泊する。そうだね、まあ何があるかわからないからね。夜公演だけどね。夜公演、夕方、飛んでいきます。あら、飛行機ありがとね。ちょっと晴らしとくね。うん、雨で来れないってならない、ちゃんと晴らしとくね、任せて。私卒コンはなんか晴らせる自信があるから。自信満々。うん、今から晴れるよ。あいできる。あ、これ違うか、これは違う、君の名はか、なんだっけ、天気のこの音楽なんだっけ。雨予報、大丈夫、晴れる、任せて。
あれ女だから。かなさん、レモンスタリアップキラキラ。夜中の日の地はそうだよ、太陽のようですから。雨だとそうだよ、偏頭痛もあるしね。絶対に話すんだ。東京でお待ちしております。ありがとうございます。私今日もあのいい物件がないか探してた。配信始まる前レッスンから帰ってきて、いい物件ないかな。面白すぎ。いいのありました。なんかちょっと内見しに行かないと分かんないけど、あったよ。うん、なんかたまにさ、その中どうなってるか写真で載せてないところあるじゃん。それをちょっと2つ見つけてしまって、え、何ここみたいな。なんで中の写真載せてくれてないの。でもなんか良さそうみたいなのをちょっと2個見つけてしまって、これ内見行かなきゃと思いまして。うん、なんで載せないんやろ、気になる。ね、周りの環境、そう、全くそれだった。うん、コンサートが多い部屋がおすすめ。確かに大事。うん、でもちゃんと不動産屋さんはあの知り合いの方にやってもらえるということなので、不動産屋さん NC が出たら行かないですけど、ここはね、なんかちょっとね、やめた方がいいよみたいなの言われたら行かないですけど。そうそうそう、ちょっと知り合いの方なんでね、大丈夫ですよ。一番いいでしょ。もう普段さん屋さんどうしたらいいか、もううわーってなってたら、あの助けてくれました。安心安心。衣装部屋もあるのかな。なんかやっぱり広い方がいいなと思い始めて最近。そう、本当はまあウォークインクローゼットあればいいかぐらいの気持ちだったんだけど、なんか最近やっぱ広い方がいいかもなっていうテンションになってきたんですよね。面白すぎ。うん、うんうん、そう、泣いちゃう。そう、高くなるよね。いやーでもやだ。うん、やだ。なんかもうなんかちょっと広い部屋にしたくなってきた。うん、いやーそうなの。ちょっと広くする代わりに、なんかね、ちょっとなんか自分で頑張って綺麗にするしかないかなみたいなところではあるよね。うん、 4LDK は広すぎる。寂しい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 。そんなの4LDK は広すぎ、寂しいわ。洗濯機は置ける。そう、洗濯機は絶対に置きたい。私はバス、トイレも絶対に別がいい。譲れないね。
冷たい部屋一人悲しい、いらない。うん、私今もうん、パパピョママピョ妹ピョは今もう福岡に行っちゃってるので、そう今も寂しいもん、なんかえみたいな。これをやらない、東京では絶対に。うん、このままできとガスどっちがいいの、あんま考えたことないの。うん、どっちでもいいかも、割とそれはそこのこだわりない。そう、ロボット掃除機、確かにロボット掃除機ね。でも掃除機あるよ、ママがくれるって。ちゃんと料理するならガスかな。そうなんだ。でも確かに一軒家の山口の時はあのガスだった気がするんよね。そうだった気もするし、そうじゃない気もする。うん。で今の家もガス、今の家はガスなんですよ。なんかガスの方が料理しやすいんかな。知らなんだ。すっぴんマスクでも一般人と顔立ちが全然違う。面白すぎる。レベルが違うか。トラさん出ました、やった。キャッキャーン。ジュメかわいい。まあどっちでもいいんだ私は。そう、電気ね、なんか電気とか水とかガスとか契約しないといけないのが本当に不安、できる気がせん。受験されました、ありがとう。キラッキラー、10時だけど頭治った。え、結構治ってる、待って、え、待って、治ってるかも。あ、治ってる治ってるすごい、ライラック、ライラックいいです。あ、ばばばばばば、やばい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 、さっきまで飲んでたスープが、スープのスプーンがガシャンって落ちた。だって今笑ったも別にだもんな。あ、大丈夫大丈夫。ガシャーンって、いい感じ。今日15分ぐらいから始めたんかな、私から始めたんだろう。もうちょっと1時間はしたいけど、あ、15分ぐらいから始めてたんだね。じゃああともう10分ぐらいやりますね。
ポスト見るの忘れそう。ポスト見るってちょっと頭に鍵かけない。昨日届くはずのものが多分私受け取らないともらえないやつだったっぽくて、あれに入ってなかった、宅配ボックスに入ってなくて、えってさっきなって、不在票ない、えってなって、多分ポストだよね、不在票ポストにあるのかな、えポスト以外にあることある、多分ポストだよね、えそう、え大丈夫かなってなって、ポスト見ようっていうのを覚えとかんといけん、ポスト見る、ポスト見る、ポスト見る、そうふふふ、不在票部屋に来る、あ部屋に来る、部屋見てないか、うん、そう私も特配ボックスに不在票あるかと思ったらなかったんだよね、ポストかなって思ったんだけど、どうしよう、なかったら恐怖いやある大丈夫、マイナスのことを考えるな、うん、絶対取られたやだ泣いちゃう、うん、わかる、ちゃんと届くまでドキドキするよね荷物ってわかる、私はいつもアマゾンでさえドキドキするもん、えちゃんとコーヒー届くかなちゃんとこれ届くかな、いつも届いて自分の手元に来るまで何も安心できない、ドキドキするカラさん来ないよと、手元に来るまでが宅配便、本当にそう、もうドキドキする、やめてフフ大丈夫なはず、うん、今日なんか涙袋爆誕してるな、本当に何もメイクしてないのに、涙袋なめくじ星人涙袋爆誕なめくじって感じ、今日何もしてない、なんでなめくじやねん、なめくじって言うんよこの部分を、涙袋のことをなめくじっていいんよ、なめくじみたいやろう21の卒業、ひなちゃんと会える最後になる日が近づくの本当に寂しいって、でも絶対推しててよかったって面白いから、それは褒めなの、褒めだよ、私涙袋なめくじだねって言われたら嬉しいもん、そう私なめくじなの、うえ私が人生初アサインをね
あの写真集イベントの時にアサイが食べたいって言って近くのアサイを買ってきてもらったんだけど、それをねさっきインスタに載せたんだけど、あのそこの方から今そのお店の方からメンションありがとうございます、あじゃあ美味しかったでしょうか、またいらしてくださいねっていうメッセージ来たメッセージ来たし、なんかメンションされてると、うんそこの公式のインスタストーリーに私のインスタ載せられてると、うん美味しかったですおいしかったです。新しい発見だよ。もう あ、できたできた、すいませんすいません、なんか一生咳が出るノート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 病弱病弱配信病弱配信になっちゃったノートノート治ったね、治ってない、治ってない、治ったすいませんね、あああいい、大丈夫です大丈夫です、なんか多分薬さっき4粒飲んだから、なんか私の喉になんか多分異変を感じた、うん薬飲むの苦手だからさ、こんぐらいのこんぐらいの薬を4粒飲んだので、ちょっと喉が急に突然のこう物体に多分ちょっとびっくりしちゃって、今更って感じで多分咳が出ました元気元気、うんびっくりするぐらい元気よ、今薬飲んで効果が出てて全然痛くない頭
そう、私喉びっくりしちゃうな。そう、なんかご飯とかも食べた後絶対なんかゼハゼハみたいな咳が出る。すぐ喉びっくりしちゃうの私。そう、びっくりしちゃって、いつも心配されるんだけどね、いつものことだし、ね、あの全然大丈夫なんですよ。なんかね、いつか病院で見てもらう。まあいっかと思って見てもらってないんだだけ、うん、いつか見てもらおうって思ってる。食べた後なんかゼハゼハっていう咳が出るんですよね。いつか病院で見てもらいます。はい。ゼリーとかなんか、なんか全部何食べてもゼワゼワって咳出ちゃうんだよね。そう。そういうもの。スヤコンサートの後ゆっくりできるのかなって。いや、卒業公演の準備もあるで、あるですから、まあでもちょっとゆっくりできますね。5月1日なんで。うん、食堂がまだ赤ちゃん施設、いや本当にそれある。じゃあランキング読んでいくね。13位エボルタさん、エボルタさんのことが好きだそう。ジニハナちゃん大好きな、そう。チチヒロさん、卒業行けないと言ったけど有給取って行くことにしました。嬉しい、それは。はーい。待っております。近く行くのでね、どんな席でも。そして10位、ヨシヤさん。すごい迷っちゃった。ヨシヤさんのことが好きなさー。9位マコトさん、マコトさんのことが好きなさー。8位カズキくん、カズキくんのことが好きなさー。7位ツーさん、いつまでも好きなさー、好きなさー。6位サムキさん、こんなに好きにさせるなんて美人でついの女、学校面白い。面白い女やん。ちょっと咳を咳込む。5位ドリンさん、普通の会社にがとうやって低気圧なかもラブ。あら大丈夫、薬を飲んでください。ゆいばちゃん、ガンガンひなこ、ガンガンやん。3位東京のスワンさん、東京のスワンさんのことが好きなさー。2位カウラさん、結婚指輪、カウラさんのことが好きなさん。そして1位がドロロパパーン、ザッキーさん、あの時忘れちゃうほどに急に夢中、あの時現金です。あ、お疲れ様でした。皆さんも今日も一日おつぴよでした。はい、あの卒コンはねあと5日後っていうことで、私がね全部演出とかなんかもう全て卒業の全てをねプロデュースしたんですけれども、もうめちゃめちゃSTU のコンサート史上一番ね演出がもういっぱいあるコンサートになっておりますし、たくさんねあの2階席とかの好きな座席でも、1階席の奥の好きな座席でも近くに絶対に会いに行くって約束しますので、よければあのまだね卒業コンサート申し込んでない方いましたらね、こちらの左のバナーから
上の方のなんかロゴがさちょっとギュインってなっちゃってるんだけど、スジャコンサートのロゴの方を押したらチケットが、いろんなサイトからご購入いただけますので、ぜひぜひ会いに来てくださると嬉しいです。あともうちょっとでねソールドアウトということなので、ぜひぜひソールドアウトしたいのでね、広島遠いかもしれないんですけれども、もう私のやるコンサートはね、私の作ったこのアイドルの集大成のコンサートは最終で最後なので、うん、絶対会いに来てください。近くに来てくれるの？もちろん、うん、たっぷり寝れる気ますはい、待っておりますね。そう、いっぱい楽しい演出もありますし、もうプリチーかわいいヤッホーイって乗れるようなものもありますし、あすごい感動みたいなのもありますんであと卒業ドレスがもう血のほど素晴らしいので、ぜひぜひそう血のほどみんな多分倒れる、うんはいそうフィッティングしたんですけど、もう血のほど可愛いので、はい、よろしくお願いいたします。ではでは皆さん、本日もアスピオでした。またね、ありがとね。